そうしますと、地域の会見の方を始めさせていただきます。最初に、本日開催されました対策本部会議における決定事項につきまして、知事の方から説明をさせていただきます。その後、報道機関の皆様方から質問をお受けしたいと思います。それでは知事お願いします。はい。7月から6月までの感染の状況についてでございますけれども、3月下旬からのいわゆる第4波によります全国的な感染拡大は、島根県にも影響を及ぼしまして、4月から5月にかけて感染者が急増して、4月には65人、5月には189人という状況となっております。そのほとんどは変異ウイルスのアルファ株、いわゆる英国株といわれるものによるものでありました。4月から5月連休中までのこの感染者の多くは、県外からの帰省や県外への移動歴を有する方など、県外由来によります感染やその陽性者との接触に関連したものでありました。5月の連休明け以降につきましては、カラオケ喫茶やカラオケのできる接待を伴う飲食店を中心としたクラスターの発生などによりまして、多数の感染者が報告されたところであります。一方で、6月に入ってからは、散発的な発生にとどまっております。昨日までのところ、11人の感染者が報告されておりますけれども、第4波の流行としては、島根県内においてはほぼ収束をしたというふうに認識をいたしております。このような状況を鑑みますと、注意事項をきちんと守っていただきながら、飲食店を利用していただいても、大きな感染拡大を招くことにはならないと考えておりまして、島根県といたしましては、飲食店の利用について、各店舗において、感染防止対策を徹底してもらうことや、県民の皆様にそうした店舗を利用していただくことを前提といたしまして、明日、7月1日から、飲食の際の人数につきまして、これまで9人以下と申し上げておりましたけれども、これを12人以下に、時間につきましては、複数の店舗を利用する場合も含めて、これまで合計で1時間半を限度と申し上げておりましたけれども、合計で2時間を限度として、人数、時間を拡大したいというふうに考えております。これに伴いまして、これから申し上げます、これまでお願いしてきた事項を、従来以上に守っていただくようにお願いしたいというふうに思っております。1点目が、県外の方との飲食については、ノンアルコールの場合も含めて、県外問わず控えていただくこと。2点目といたしまして、県外の方と飲食された方や、県外の方の自宅で宿泊された方、県外からのこのご家族や ご親戚が自宅に帰省された方については、この2週間経過するまで参加を控えていただくこと。3点目といたしましては、接待を伴う飲食店について、県外での利用を控えること。また、県内でも県外の方との利用を控えること。4点目といたしまして、カラオケの利用が可能な店舗においては、マスクの着用やマイク、リモコンの消毒、歌うにあたって、十分な距離を確保するなど、感染防止対策を徹底することであります。なお、従来通り、鳥取県、の全域、そして生活圏域に属する広島県、山口県の一部地域については、県内と同様に取り扱うことといたします。これらの内容については、今後の感染の状況によって、適宜見直しをすることはあり得るというふうに考えております。また、同時に、この利用される側ではなくて、利用される側ですね、店舗、の皆様につきましては、飲食店の皆様につきましては、県民の皆様が安心して飲食することができるように、再度、ガイドラインをご確認の上、従来以上に感染防止対策を徹底していただくことを改めて強くお願いをさせていただきます。私からのコメントは以上であります。はい、そうしますと、記者の皆様方から質問を受けいたします。質問される方は挙手をしていただき、知事が指名しますので、社名とお名前をおっしゃってから発言をお願いいたします。では、お願いします。
はい、どうぞ。参院長新報原田です。よろしくお願いします。はい、まあ、利用時間の延長、人数の拡大なんですけれども、まあ、知事はまあこれまでその感染拡大防止とそれから経済回復の両立に苦労されてきたと思います。まあ、今の感染状況では経済の回復に少しその軸足を移してもいいというふうに判断されたということでよろしかったでしょうか。1月の、まあ、末に従来の9人以下1時間半という数字を申し上げさせていただきました。まあ、申し上げたこの4月から5月にかけては感染者、これはまあ、県外との往来によるものが主因だというふうに認識しておりますけれども、まあ、増えましたけれども、もともとその1月の28日以降、まあ、2月と3月の状況というのは、これは特に3月から4月の上旬もそうですけれども、まあ、歓送迎会のシーズンを含めて感染拡大を招いたわけではありません。非常に低い水準で感染は推移いたしております。従いまして、この9人以下それから1時間半未満で感染拡大を、まあ、大きく招くことはなかったというふうにもともと認識をいたしておりまして、そしてまたそういう状況がまた6月になって戻ってきたというような認識でございます。ということで、まあ、9人以下それから1時間半自体は飲食を主因とする大きな感染拡大を招くことはなかったという基本認識に立った上で、これをもう少し拡大しても同じように大きな感染を招くことはないのではないかというふうに考えておりまして、これはこの見立てが完全に正しいかどうかということは、これはやってみないとわからないところはありますけれども、そういったこの推定をすることは可能だろうというふうに思っておりまして、これは2月それから3月そしてこの6月の状況という実績がございますので、そういったことを踏まえて県内、率直に申し上げて首都圏や関西圏のように市中感染を前提として対応しなければいけない地域と、島根県の今の状況というのは市中感染がないという前提で対応できるというふうに思っておりまして、先ほど申し上げたように、県外との往来、それから県外の方との飲食といったことや、基本的な感染防止対策、またカラオケを利用する際の注意事項などをきちんと守っていただくことで、この数字の変更をしてもこの問題がないようにこの対応できるのではないかというふうに考えて、今般こういった見直しをさせていただきました。社会経済活動、経済活動との両立というよりは、私自身のに寄せられる声というのは、どちらかというと、利用者側、実際にその飲食の機会を、飲食をされる側から、もう少し人数を増やせないだろうか、もう少し時間を長くできないだろうかというふうな、直接のお声を伺う機会が多くございまして、そういった意味では、お店側からのニーズというよりは、一般の県民の皆さんがその社会活動をする上で、飲食を介したそのコミュニケーションをこの地元や仲間と取っていく上で、もう少しこの窮屈さを解除できないだろうかというふうなお声に対応したという認識であります。今日ですね、鳥取県の方でそのデルタ株疑いのクラスターが発生をしました。一応鳥取の方は先ほどの呼びかけでもその、県内と同様に取り扱うということを言われたんですけども、こういったそのクラスター発生したことを受けてもこの考えはお変わりないでしょうか。感染拡大のこの要素は薄いというふうな見立てもされておられますので、その鳥取県の状況が今よりも悪化するようになれば、これはまたこういう判断を見直すことというのはあり得ると思いますけれども、今直ちに鳥取県を外していくということまでが求められている状況ではないというふうに認識しております。今後の状況次第だというふうに考えております。今後の感染状況によっては適宜見直しをしていくというお話もありましたけれども、想定をされることとしては、例えばどういったことがあったらまたこの基準をこう強めたりするようなお考えでしょうか。やっぱ飲食の場を介した感染が
まあ、多く見受けられるような状況になってくれば、やはりその飲食の場というところでの活動を、まあ、抑えてもらう必要があるでしょうから、まあ、場合によっては9人に戻したり、1時間半に戻したり、まあ、もっと厳しくしたりということは、まあ、あり得ると。まあ、もともと9人、1時間半もそういう位置づけでありましたから、まあ、そういうその飲食の場を主因とした感染拡大みたいなことが県内で、まあ、確認されれば、そういった対応することを考えなきゃいけないというふうに思っております。ありがとうございました。朝日新聞の清水と申します。まあ、以前の9人1時間半というのは、まあ、東京とか首都圏に比べるとだいぶリスクを取られた、呼びかけだったのかなと思うんですけれども、一方でバーとかスナックとか主にその二次会中心とされて営業されているところからすると、まあ、なかなか1時間半ですと、まあ、1時間で終わってしまうという声もあったかと思います。なかなかそういう恩恵に、を得ることがなかったのかなと思うんですけれども、今回の2時間ということが、まあ、そういった店舗に対してどういう影響を与えるか、期待があるかということについて教えていただければと思います。まあ、著しく改善することにはならないですよね。1時間自体が30分で終わるわけではないでしょうから。ただすみません、私もどっちかっていうとリスクテイカーですけど、4時間でいいとか5時間でいいっていう、そんな見立ては私も持てないので、そういう方々が大変苦境に置かれているということは重々認識しておりますけれども、あくまでも感染防止対策と両立できる範囲内がどこかというふうに考えて、今考えて、出せる答えというのは、まあ、プラス30分というところが今限界だというふうに思っております。まあ、そういったご指摘、これまでもいただいておりますけれども、まあ、残念ながら、まあ、GoTo イートの対象店舗ではないという意味で、判ではありますけれども、もうなんとかその1次会をその通常2次会で使われる店舗でやっていただくというふうな、この営業スタイル、まあ、お客さん、まあ、馴染みのお客さんへの営業していただくといった形で、まあ、多少出せる仕出しを取ってもらったり、この一次会的な要素を入れていただいて、この2時間をご自身の店で使っていただけるようにしてもらうとかっていうことしかないのかなというふうに思っておりまして、そういったお声は十分承知をいたしておりますが、島根県知事として今そこに対応するために時間を4時間とか3時間とかっていうふうにできる状況にはないということであります。わかりました。以前9人以下90分という数字を出されたときに、まあ飲食店でクラスターが発生したとしても今の医療体制であれば対応できる数字だということをおっしゃってたかと思います。今回の、12人2時間以内というのも同じような考え方ということでよろしいんでしょうか。まあ、クラスターがその、まあ、10も20も起きればね、それは別ですけど、クラスター全部受け入れるわけじゃないですけど、クラスターの置き方、まあ、島根県内での置き方というのは、まあ、それほど同時多発的に起きている状況ではないので、まあ、問題はどちらかというと、その飲食店を介して感染が広がって、そこが家庭に広がって、で職場に広がっていくという、まあ、二次感染、三次感染といったところが懸念されますので、まあ、そういったところを早めに、この症状が出た方を起点として、無症状者の方々、その周辺におられる方々を幅広に検査をしていって、早めにこの治療につなげていくということを丹念に繰り返していくということで対応していきたいと思っております。まあ、それで対応が難しければ当然そういうこと今の基準をきつくしていくということを躊躇なくやるつもりです。ありがとうございました。NHK の星名です。すみません、先ほどのお話の中に少し答えはあったかもしれないんですけども、前回9人 1.5 時間というふうなご判断をされたときにですね、さまざまな事情を勘案して知事でお考えで決められたというふうなお話されたと思うんですが、今回はその専門家の何か助言ですとかそういったものはあったんでしょうか。いや、ないです。我々の実務的なこの感染者を保健所を通じてこの把握するという実務で感じた経験から判断しております。これについての答えを誰か科学者なり医学者が持っているとは思いませんので、
特段かかっておりません。まあ、現実問題として定性的に何人とか何時間って言葉が出るわけはなくて、島根県で出てくる答えと東京都で出てくる答えは絶対違うはずなので、まあ、そういう意味では我々の現場感覚で、こういったことが可能ではないかという見立てのもとに、これは確定的なその数字データとかってことがあるわけじゃありませんから、これは見直すことを念頭に置いてこの立てた数字です。わかりました。あと鳥取でも出ているデルタ株についてなんですけども、まあ、感染力が2倍という話もございます。今のままのこの呼びかけというところで十分かなというふうに今知事はお考えでしょうか。いかがでしょうか。これ以外呼びかけることは思いつかないですけどね。基本的にはデルタ株が鳥取県内に県外から入ってきたということだと思います。ただこれを人の往来を完全に止めれない中では、まあ、もともと避けられないことですから、早めに見つけて早めに対応する、でそれ以上の拡大を最小限に抑えていくということを、あと平井知事鳥取側の方でやられるでしょうから、まあ、そういうことを期待しているということであります。はい、で、例えば東京が感染拡大しているデルタ株という要素があるということがありますけれども、リスクを、まあ、拾い上げて、まあ、いろんなことを制約していくということはありますけれども、まあ、例えば今回、第4波ですかね、第4波は大阪スタートで、それから全国で広がりだったですね。今回の、私は来るだろうと思ってますけど、第5波、これはもう数字的に見れば東京スタートで、まあ、全国に広がるかどうか、まあ、そういう意味では我々若干時間を持ってますので、感染の起点となる、まあ、すみません、市中感染地域ではありませんから、そういったタイムラグも持っているということで、そういったその感染拡大の波ですとか、そのデルタ株というものの脅威が現実に島根県について及んできた場合には、それはまたその時早く判断をしていくことで対応していきたい。ただ遠くにあるリスクをもって、この早めに懸念しすぎてしまうということも、まあ、先ほど原田記者からお話があった社会経済活動との両立という意味で、まあ、示しすぎるということも考えられますので、まあ、そういう幸い遅れて感染が遅れてくる地域だということは、これはもう定性的に事実だと思いますから、そういうタイムラグも利用しながら、状況がそういう切迫した状況になりそうであれば、また戻していくということで、別にこれでずっと五輪開催みたいに開催しますと言って引かないわけでは私はありませんので、これはこの数字はこの数字で、ある意味その仮押さえの数字として、5人とか、まあ、9人とか、まあ、6人とか5人とか、まあ、それは適宜状況に応じて、厳しくしていくということは想定した、まあ、前提とした数字です。ありがとうございます。読売新聞の林です。ちょっとまず補足の質問なんですけど、ちょっと NHK さんへのご質問の補足で、12という数字はですから、まあ、実務にの状況を踏まえて、まあ、皆さん県の方の実務に当たっている方のさじ加減とかも含めて、まあ、出てきた数字という認識でよろしいですか。まあ、まあ、もう9人1時間半もざっとした数字だというのは正直にお話してますので、申し上げるとやはり9よりも若干引き上げても大丈夫ではないか、うん、1時間半を若干引き上げても大丈夫ではないか、うん、っていうその判断のもとで、その若干を人数の場合は3で置き、うん、時間の場合は30分で置いたということで、まあ、そういう刻みで考えていくのかなというふうに今思っています。
わかりました。まあ、今日引き上げられた上でちょっと総括的な質問なんですけれども、もともと、まあ、この国以下1時間半という、基準を設けられたとき、まあ、当時としては、まあ、全国で、やってるとこも、そういうことを呼びかけられているところも少ない中で、まあ、チェジの方からもリスクを取った、呼びかけだというようなお話もされていたと思います。まあ、そういうのを踏まえて、そういう、まあまあ、これからも続きますが、こういう飲食の基準を設けることが、まあ、県下の、まあ、そういう飲食店のですね、経営とかにどういう効果があったかという、なんか実感としてあることがあれば教えてほしいんですけれども。やっぱり最初やる、最初、まあ、1月末に行ったときは、まあ、出やすくなったと。まあ、大人数を避けてください、長時間を避けてくださいだと、どこまでがよくてどこまでがダメなのかっていうのは分からなかったので、まあ、目安を示してもらってよかったっていう声が多かったと思います。ただ、まあ、そういう意味で、まあ、ただ最近はですね、最近は、まあ、今の感染が落ち着いていることが影響しているんでしょうけども、やはりもうちょっと増やしてもらうのはできないんだろうかという話も伺うようになりました。ですから、まあ、そういうその数字を示していくことは私は大事だと思います。で、特に島根の県民の皆さんは、まあ、慎重で真面目ですから、じゃあ感じは私がですよ、私が今30人で4時間でいいですと言ったら、もうこれほとんど意味がなくなるんですよ、多分ね。まあ、聞いてみて、県民が聞かれて、まあ、それぐらいだったら大丈夫なのかなって思ってもらえる線でないと、私が言うから、県民がその線で動いてくれるわけではなくて、それは県民から、まあ、ある程度、まあ、そういうもんなんだろうね。なんとなく置かれている数字が、まあ、納得できるというか、腹に落ちるというか、まあ、そういう数字設定をしなければ、100人以下で、6時間以内って知事が言ってるから、みんな、ね、どんどん100人以下の、2次会、3次会まで行かれるかというと、それは絶対行かれないわけですよ。ですから、県民の皆さんの肌感覚と、まあ、我々がやってる実務感覚に合った、数字を示していかなければ、はあ、これはいけないと思ってますので、まあ、そういった意味で、今私が出せる、まあ、ちょっと中で検討して出せる数字というのは、まあ、プラス3人のプラス30分というところだということですね。わかりました。ありがとうございました。よろしいでしょうか。はい、そうしますと以上で会見の方を終了させていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。